してこちらもバンクーバーを視野に入れてのシーズンになります鈴木明子、その名を知らしめたナンバーの一つリベルタンゴは今シーズンこれが滑り納めということになりますが、地元豊橋でちょっとこのジャンプは抜けました。でも彼女の表現力はもう昔から定評あって、表現力はますます磨きがかかっているなっていう感じで、でまあジャンプがだんだん決まってくるとやっぱりトップ5、6に入ってきましたね。その表現力という意味ではこのリベルタンゴはファンの方をこう釘付けにする そんな意味ですよね。はい、県のあの暑い全日本がありましたけれども、はい、今シーズンもこれどうなるか本当に楽しみです ね今日本の女子のレベルはすごい高いですからね。もう日本で取れれば世界でもトップに行けるというぐらいレベルが高いですから、はい、みんな怪我をしないようにベストコンディションで試合に臨んでほしいなと思いますよね。オリンピック大きな目標に向けて挑戦するということは人生の中でもそうないチャンス、しっかりと目標に据えたいと語っていましたが、さあ情熱的なこのステップ、十分見せつけてますよね。その魅力、地元の豊橋でしっかり見せてくれました。